どうもー影です。今日はですね、えー、目標に向かっていることが成功ということについてお話しさせていただきたいと思います。よくこう成功したいとこう思ったりする方もおられると思うんですけども、えー、僕が今ねこういろんなこう目標というか目的とかそういうものに向かってねいろいろこう、えー、活動を こうしている、えー、継続している段階なんですけどもこのことがですねもう成功してるんじゃないかなと成功してるっていうその結果はねまだもうちょっと後になるとは思うんですけどもそのね向かってる状態がね結局その何ともこう自分のいい状態を作り出してるように感じるんですね。そそこにに喜びを感感じじるるというか、えー、そういうふううかかんですねだから 例えばその僕がそのダイエットをこうやっていってもちろん結果が出て面白いということになってねな,なってはいくんですけどもそのダイエットに向かってこうやっていってる自分というのがこう楽しい楽しいっていう言い方がね うーん合うんかちょっと分かんないですけどもその目標へ向かっていってる目的に向かっていってる状態がすごくその面白い状態になってるんじゃないかなとでそういう状態をこう味わいながら味わい,いうかそれをやってる時が自分が気分がいい状態なんで結局それが成功した状態結果っていうのはそのそのただ単にそのい 一部分を見て結果が出た出ないって言ってるだけなんであのその結果がその一般的に結果が出てるなっていう状態であってもそのままずっと続けるんでねその続けてる状態がこういい状態であったり気分のいい状態を作り出せていってい,っていけばですねそれが成功してる状態やということでですね僕はそれがえもう既に成功してる状態なんじゃないかなというふうにえ思ったりしてるんですね。例えばですねその えー、ちょっと古いというかまあまあ幕末で言いますよね。 あの坂本龍馬とかかいいまますすすよよねりやく言歴史上の,その言われてるえ状態真実がどうかっていうのはちょっとはっきりしたことは分からないですけども例えば坂本龍馬が,をがい,ついろんな活動をしたと思うんですけどもその活動をしてる最中もうでにそれでも面白いと自分でそのすごい生き生きとやってた状態になってたんじゃないかなというふうに感じるんですね。その例えば薩長同盟をしたから そう嬉しかった、えー、その達成感で達成感はまあまあそこであるんですけどもそのその長同盟をしたことによって得られるもんというよりはその長同盟をこう結ばせるために動いている時にもうすでにねこう自分がいい,いい状態というかその面白いと面白いっていうかその目的のためにこう成し遂げるために動いているその 動いいいててるる状状態態こそそがももううううう成功してる状態ととかんううんやと思うんですよね、うん、だから例えば他の人でも何でもそうですよねその例えばイチローまあイチローも引退しましたけどもねイチローが毎日毎日同じルーティンをしてるんですけれどもそのイチローはそのヒットを打ったから喜んでるとか嬉しいっていう気持ちを持ってたまあ多少はあったかもしれないですけどその打ったことによって。 その,その結果によって喜んでるというよりはその努力してる状態をもうすでにその自分の中での,そのどういうんですかねその気,分の気分の良さっていうかその達成感じゃない達成感でもないなその言葉が今思い浮かばないですけどもそのもうそのやってること自体がもう成功してる状態そのそういうことですね。これ伝わるのかかななんかそういうい 向かっているその行動してし続けていることこそがですねもうその成功している状態成功っていう言葉が、えー、正しくないですねなんかそのどう言ったらいいんかな、うんまあ、自分を生き生きさせている状態であったりその喜び喜びうん喜びっていう言葉もちょっと当てはまってないですね僕がしっかり く,りくる言葉が今ちょっと浮かんでないですけどもそのなんとなくニュアンスとしては伝わるかもしれないんです伝わるかなと思ってるんですけど僕の表現方法がまだまだ下手なんで申し訳ないんですけどもその動いてる状態その結果っていう一部分の場ところを見ただけのことが、えー、そ,のその人の喜びの状態を作り出してるんではないと。 そのもう目標こうある程度大まかであっても何であっても目標が定まってそっちへ向かってる時がもう喜びを味わってる状態になってると。 でそれをずっと続けるんでねそれは試行錯誤、えー、いろんなことをこう変えながらね、えー、ブラッシュアップしながらやっていくんですけどもその向かってる状態がもう喜ん自分の中の喜びの状態にも持っていけてると思うんですね。それは苦しみもいろいろありますよその中には。それも含めてですねその自分のその、えー、喜びの状態っていうものをこう作り出してるという,う思うんですね。 だからそのみんな目標を持ちましょうとかいうことをこうやりたいことを見つけましょうとかでやりたいことを見つけるというのは自分がワクワクすることであったり好きなことであったり面白いと思うことをちょっとやってみてそれでその中でやっていく中で何かこういうことをしたいなっていうのが出てきたらそれに向かっていくとでそれを向かっていってる時点でもうそれはあの結果うんぬんじゃなくてもうそれでいいと。で結果ががが出出ようが出いがその 一般的な結果ですけども結果出ようが出まいがそんなもん関係ないんですよね。そのそそっっちに向かかてるからそれでいいんですよそれでも満足できあ満足かな、えー。満足してる、えー、状態を作り出せているんですよね。そこはもうそれその、ま、満足をずっと続けていく状態なんで満足感で自分は満たされた状態になってるんですね。それは例えば何,何かでこう例えば100万稼いだとかそういうことで満足感得られるんじゃないんですよね。そそれを向かっっててる状態その目的目的標があってそれ もうしっかりと自分のその生きがいのような感じでこう向かっていってる状態これで満足感を得ることができるんですねもう,もうそのすでにほんでそのなんか結果がその,の一般的に結果出てるなっていうのを出てる時に、えー、と一般一般というか世間がそこで評価をするようになってくるんですねでもその 評価された人間っていうのはもうすでにその前に自分を満足させてこう動いてきてるんでその評価っていうのはまあ一応ありがとうございますということなんですけどもそこは謙虚に行くでしょうけどもそういうことはあまり関係ない状態ですねそこからずっとずっと突き詰めていくっていう状態ですねそういうことになっていくというところです、うん、というふうに僕は思いますということでえー、もうそのね、えー、目標に向かっている状態が成功と。 いうことについてお話しさせていただきました。では、今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。